TBS Podcast。 顔をゴリゴリ、なぜならむくんでいる。なんでさ、なんか歌から始める決めになってきた。こんにちは、 TBS ラジオプレゼンツポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティはジェンスーと、はい、 TBS アナウンサー堀井美香です。何年目ですか？ごめんなさい、本当にごめんなさい、あの25年目です。226年目です。本当にすいません。1800年代からやっております。冗談は顔だけにしたいと思います。1700年代か。あの日って説明してよ。あの、私ツイッターをやっておりますけれども、はい、あの調子こいてですね、あの日 N スタのナレーションをやってたんです、うん、15時ぐらいから、うん、でまあ、あの N スタのナレーションって、あの報道のところにアナウンスセンターみたいなちっちゃい島がありまして、そこで待ってると、はい、あの呼びに来るんですよね、うん、やってくださいって、うん、まあ、ちょっと時間が空いたものですから、あのツイッターで、まあ、今日あったことなんかを話した時に、まあ、26年っていうのを打つ時にちょっとなんか多分間違えたのか、その1個もう1回打っちゃったのか分かんないんですけど、226年というふうにあの書いてしまって、まあ、それは本当に皆さんに江戸時代からやっとるんかいみたいな、そういうツイッターをたくさんいただいたんですけども、ね、もっとあのそれも大変だったんですが、あの携帯を2つぐらい抱えて、あとパソコンもやったりとか同時進行で、小室哲哉みたいですね、全盛期ましたので、あの本当にその同時刻でしょうか、うん、同時刻に局長に送るハングアウトにちょっと待ってっていうハングアウトを送りましてですね、送っちゃった。で局長から、はい、お待ちしておりますってあのしたまま、うんうん、あの2時間ぐらい気づかずっていう感じで、本当にですね、過信慢心土地の心ということでお願いしたいと思います。この女が震源地です。ツイッターのツイート読み上げます。アナウンサーになって226年、育成で使うアナウンサー教本のアクセント、美濁を総ざらい、いろいろ分かってきた、なんてすがすがしいんだ、うん、ハッシュタグ今頃今頃っていうか226年。226年はね、うん、放送局ないからね、 TBS がね、うん、そうですね。何をやったの最初は。え、日本最古のアナウンサーだと思うんだけど、226年前っていうと、はい、何をやってたのかな。あ、その頃ですか、うん、その頃私ですか。やっぱ瓦版的なことなんじゃないですか。なるほど、やっぱり瓦版読み上げみたいな。そうですね、うん、本当に不幸な事故だったと思います。申し訳ありませんでした。だからあの よくないです。同時進行でちょっとなんかこうやれてる感じになってたんですかね、うん、聖徳太子ごっこみたいな、ね、感じで、マルチタスクできる、ね、3つぐらいやれるっていう感じが、やっぱりどうしてもそのちゃんと仕事をした後に、あのツイッターにも書きましたけど、あのマンホールに落ちるタイプですね、うんうん、やったーって言うのがイエーイって落ちていくっていうね、ドシンって落ちるタイプですので、今後本当に気をつけたいなというふうに、はい、思っております、はい。メールいただいております、うん、先週の放送でですね、うん、家出の話が非常に反響が大きくですね、そうですか、堀井さんのカプセルホテル、はい、泊まり歩き、はい、ちょっとした番組になると思うんですよね。あ、ここはこういう形状ですかとか言いながらさ、はいはい、カプセルホテルですね。そうそう、泊まり歩き、そうですね、こんにちは、会員番号083かっこおばさん、はい、うさん43歳です。勝手に決めてますね、うん、昼とポッドキャスト両方聞いている組です。堀井さんのカプセルホテルの話めっちゃ面白かったです。私も2020年家出をしました。お、仲間ですね、うん、原因は私が頑張って作ったヤム温泉かっこひき肉とエビの春雨サラダタイ料理を食べた夫の感想が、うん、カップラーメンみたいだったため、うん、ブチ切れたからです。ひどい、言わんとしてることがわからいでもないからひどいね。カップラーメンの上に乗ってる具を連れ合えたみたいな。ちょっとかするものがあるんでしょうね、ご本人もね、ね、うん、多分ひき肉とエビと入り卵が入っていたからそれだけで、うん、二世帯住宅で夫の両親とも同居しているので、うん、急に家出すると心配されて面倒なので一人旅に出るという名目で奄美大島へ行ってきました、夫と一緒だと絶対に行かないであろうビーチに面して下気な高級リゾートホテルに泊まってやりました。よし、その調子だ。部屋には強烈に良い香りが漂っており、かっここの匂いは臭いとか言いそう、うん。シャンプーやハンドソープはフランキンセンスの濃いめの匂いがし、かっこ、うん、この高級感はわかるまい。カーテンを開ければ目の前に青い海。最高。一人で読むために持ってきた本。生きがいについて、空気を読むの、
ベストパートナーになるために泳んだり、日記帳に怒りを書きつけてみたり、生きがいや仕事への希望を書いてみたり、結果的に治癒してくれたのは、裸足で波打ち際に立ち、砂と海に両手を浸した瞬間に、あれ？明らかになんか違う感覚がする。これか、これがアーシングか。知ってる？アーシング。知らない。体に溜まった電磁波を全部地球に吸い取ってもらう。アーシング。アーシングした。アーシングした。裸足で。アーシング、どこに行ったら行くの？いや、どこでも裸足で、土の上とかに行けば、私はちょっと車内裸足で歩こうかな。アーシング。いや、入っちゃう。ちょっとしたおかしな人になるけど。隣、月物ご指定に爽やかに何事もなく家に帰りました。家出って大事だな。そして皆さん、イライラは電気です。体に電気が溜まっていたのです。裸足で立って地面を触りましょう。そういうことか。そう、素足素肌で地面に触り、体内に溜まった電気を流すという健康法らしい。検索してみてください。いかにも怪しいですって書いてある。ここまで進めといて、分かっててやるのがいいです。分かる。なるほどね。分かっててやるのがいいよね、怪しいって言いながらやるのが楽しいんだよね。アーシングいいね。アーシング、どこでアーシングしたい？富士山頂。そうね。まあ、私はほら、あの、田舎が秋田なので、うん、もう本当アーシング。あ、もう規制がアーシングじゃん。全然できる。ちょっとアーシングしてくるねって。そうですね、はい。あとはどこだろうね。やっぱ公園とかかね、都内でできるって考えたら。いや、でもちょっと通報されるからね、なんか裸足でなんかやってるとか。でもさ、代々木公園とか行けば、アーサーが多そうじゃない？そうね。アーシングサーが。アーシンガー、アーシンガーが。アーシンガー多そうじゃない？多いと思います。うん、いいよな、まあ、やっぱりね、スピってるものに関してはですね、分かっててやるっていうのが楽しいんですよ。うん、飲み込まれてはいけない。ちゃんと命綱つけて入っていく感じですね。そうそうそう、あのパンくずを置いて森の中に入っていく感じです、ね。そうですね。動物錆びちゃって戻ってこられないっていうね。今私もですね、顔面に、ですね、はい、これ何という形状か説明しようとすると必ず卑猥になってしまうというですね、はい、玉が2つついてその真ん中に竿がある、あの美顔器あるじゃないですか。各ちかこさんとかがリファだっけ、そうそうそう、リファだっけのパチモンです、ね、ドンキで買ったやつです。いや、これでくるくるやってますけど、いいす、あの美魔女、美魔女、堀井さんにもそう、これ持ってきたから、あのこれはカッサスプーンですね。そう、スプーンですね。こうゴリゴリやってください、はい、ゴリゴリやりながら今日お伝えしたいんですけど、実はですね、今月17日に発売されるビスト、我々中高年の女にとって必要な美容情報が全部入っている、美魔女といえばビストでございます。これも私分かっててやってて大好きなんですけど、うん、美魔女のあのビストの連載やってるんですよ、うん、毎月、うんうん、でそこで堀さんのこと書いたんです。ありがとうございます、まあ、あのこのポッドキャストのことを書きました。オーバーザさんのまさかの ビストに乗れるとは。だから、あのオーバーザさんをお聞きの皆さんはですね、うん、美容院とか行って、うん、ベスト見せてくださいって言ってですね。いやー、読んでほしいですね。私もいつかその、あの指ほか、指ほかな、指ほかで、指ほか、指ほかで指があったとか、ミセス、うん、あとあの、婦人、あの、画法系ですね。画法の方ね。うん、画法系です。私、口論だったら出てるんだけどね。婦人&家庭画法系です。はい、画法系ね。お着物とかね、いつ出られるものかと思っておりましたが、ね、だって言ってたじゃん先週、あの50になったら池の鯉に餌やってると思ったって。画法系の働きすぎじゃん。そっちに行きたかったよね。いや、行きたかったとは嘘だな。行きたかったは私は嘘だけど、うん、そういう人生もあるのかなと思ってたら全くなかったね。そうだね、うん、あの茶碗をめでる的なね。そう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 、うん、あのひび割れに共感する人生ね。金継ぎする人生。あ、そう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 、金継ぎね。金継ぎしたかったよね。したかったよね。金継ぎの時間ないよね。今人生が金継ぎだよね、もうね。割れ目だらけ、ほころびだらけ。どういう人になりたかったんですか？っていうか、ほっといたら結婚して子供生まれて家買って車もあると思ってた、うん、ほっとくだけで自然でそっちに行くと思ってた。イメージしてる先、なんかこの先人みたいなないんですか？イメージしてる先人はなかったけど、40代、我々が20代の頃の40代ってもっと大人っぽかったじゃん。そうそうそう、格好とかも、うんうん、ものすごい大人のブランドの服着て、うん、化粧も濃かったし髪型もこう派手だったじゃない、うん、あとなんかある種いい意味でドスが効いてたんだよね、うん、だけどなんとなくこう今ほら、それこそ小学生とさ45のおばさんがさ着てる服のブランド一緒だったりするじゃない、うん、ユニクロなんかそうだけど、うん、カジュアル中年になると思ってなかったな。そっか、うん、私結構あのこういう人になりたいみたいのをトイレに貼ってたりとかしたんで。また星ゆり子さん。そうそうそう、でもね、
まあ、4人の陽子みたいのがいてちょっとやない、待って待って、小野は入ってるでしょあ、小野陽子は最終版だよね。小野は入ってないの、どうしても、うん、え、じゃあその前に何 4人陽子いるの。あのね、まずね、私が散々言ってきた秋陽子さん、うん、秋陽子さんね、はいはい、秋陽子さん、あとね夏木陽子さんがいる。ああ、なるほどね。夏木陽子さんの、うん、なんか写真をずっとトイレに入ってた、うん、うん、うちの旦那がいつもなんか言ってた、何なんだこれって、うん、で山本陽子で、はいはい、小野陽子だな。ああ、なるほどね。小野陽子一応入ってるんだ。でもでもそれが、そう、いや、でもやっぱ最終形はやっぱりそこから里見光太郎的な、なんていうの、小野陽子から里見光太郎はモーフィングしすぎじゃないやっぱ我々伝説、どういう人に会って、こうどういう人ってとして変化をしていきたいんですか、最後まで。最終的にはやはりマンハッタンですねだって東京で生まれて東京に育って、あ、そっか、で東京の人間は東京 の恩恵に生まれてからずっと受けてるから、恩恵を受けてるから、うん、ガッツがないとか、うん、よう言われるわけですよ、うん、野望がないとか、うん、で東京人のくせにそれ知らないのみたいなさ、うん、状況をやっぱどっかでしないといけないなと思って、うん、状況物語をやりたいんですよ、はい、そう考えるともうマンハッタンしかないでしょ、うん、やってやる、見てろっていうさ、いいね、夢がありますね、うん、大統領変わればねビザが出やすくなるんですよ。あ今回、じゃあ今回ちょっとチャンスかもしれないですか。今回チャンスですね、取るなら。本当でも今どこからでもあのお仕事できるから、そうですね、本当マンハッタンも夢じゃないですよね。もうあの服部真子としてやってきますよ。あ、素敵、服部真子です。絶対服部真子ラインですよね、あなた。そんなちょっと先を言って、なんかちょっとおしゃれな感じの人ですよね。そうそう、服部真子でラインですよ、うん、あのコーヒー片手にカツカツ歩くみたいなイメージが古い、相当古いですよ、ね、ニューヨーク恋物語になって古い で、ね、でもさ、大人になったらさ、今と同じ服着てると思ってなかったでしょ。私もっとトラサルディとか着ると思ってたもん、うん、私もスーツだと思ってました、うん、常にね、うん、全然違う、ね、あと一世三宅とかですか、ね、はいはいはい、プリーツプリーズ着たいね。あ、そうですね、いつかはプリーツプリーズでしょ。バーバリーみたいなね全然バーバリー今若い子のブランドじゃん私笑っちゃったんだけどさ、あのこないだ昔の化粧品の話してたじゃん、はい、スベルトがどうとかさ、白目がさ、はい、もっと白くなる目薬イタリアのとか言ってて、はい、結局でもそれバイシンじゃんみたいな話になって、うん、イタリアの目薬じゃなくて普通に日本でもバイシンが買えたでしょ、白目白くなるやつ、ゲラゲラなんて忘れてさ、うん、ファイザー製薬バイシンと思ってたさ、うん、ファイザーがすごいことすごいことになってて、はい、あれはある種の予言だったなと思った、うん、買っとけばよかったね。そうね、そう、あそこでファイザーをなんて買わないんだよ、バイシンと思って買えば、うん、今頃は大変ですよ本当ですよね、本当にもうこのいいとこかすってんだけど、やっぱり、ね、手を出さないんだよね、行動に出さないから ね、よくないね。なんかこうほら、なんだろうな、ドレスとかを着てパーティーに行ったこととかもないじゃん。晩餐会みたいなでしょ雑誌で行ったらね、ね、晩餐会あれは一生ないなと思ってる、うん、もうあれはもう分からんよ、えこのあと分からんよ。そうなの、うん、そうなの、堀さんやっぱ紫綬褒章狙っててほしいよいやだからロングドレスでレッドカーペットの上を歩く可能性っていうのを考えると、うんうん、まず入閣結構いきなり何民間人登用みたいなことですかいやいや政治家だってドブ板選挙からのドブ板やって入閣時間かかんないだって、まあ、なんとか市議からでしょ。扇千景先生を考えてよだから皆さんだってちゃんとやってるじゃないですか。そうそう、ちゃんとやる。ドブ板からのレッドカーペットというのが一つと、あとはいや文化人紫綬褒章みたいなやつ、はい、伝統芸能とか丈短めのあのスーツ の、うん、あの襟元フリルついてて黒いロングドレスね、うん、そう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 、ずるっこずるっこするやつ。あとはハリウッド、ハリウッド、うん、分かんないよ、ハリウッドにだって仕事いっぱいあると思うもん。私なんか、あ、私この先ね、私ねあれはやろうと思ってる、何あのさ、言う前に笑うおばさん一番迷惑社会の迷惑よ。あれやろうと思ってる。これちょっと種明かしちゃうと
なんか競合他社がさ、うん、寄ってくるからいないからあなたの競合他社私はこれから葬儀の司会をやろうと思って来ました。これね、葬儀の司会っていうのは本当にかなりの繊細さを求められますよ。難しいから。それでは、しめやかにご出棺です。っていうのをやられると、やられすぎると腹立つのよ。私の母親死んでるじゃん。あ、で、そうか、結構近しい人が死んでるやつでやってんだけど、はい、今、自分の一番気持ちいいポイントで、それではって言ったでしょ。自意識が出るのよ、あれ。難しいよね。だから最終ゴールはそこなん、それができるかどうかなんですよ。思う本当に。そこで個人を忍んでってやられると、あ、全然うちのお母さんのこと何にも知らないのに、あ、難しいね。お花をみたいな。難しいね。いかに虚無でできるからで、もう難しい、何も考えないで。でも本当にその悲しみの気持ちを、いや、それそれではお花お願いしますとは言わないけど、はい、でもさじ加減だよね。はい、はい、結婚式はほらとりあえずハッピーにやっとけばね、あんた私のこと知らないと言わないじゃん。やっぱりそこを整えとかないと、そうそうそう、できない職業ですね。今だと完全にあなた面白葬儀司会になっちゃうから、撤回しよう、 そう、それではってなっちゃうから、このなんていうの、メッシですよ、サッカー選手じゃない方の。え、どういうことですか。死を滅するってことです。私を滅して、それでは出棺の時間ですとかっていう時に、はい、どれだけそこに余計な感情を乗せないか。繋いでくださった絆に、違う、皆様、絶対ダメなやつ、絶対ダメなやつ、それは。ダメ。それは。じゃあいいわ、やっぱりやめる。やめないで、そこはやっぱナレーションの最高峰じゃん。そう、やっぱりそこだと思うんですよ、うんうん、その行き着くところは、うん、そう思う。こう他人が入っていって、お前本当にそんな悲しいのかって、うん、客観的に見るとね、思われますし、うん、でもやっぱり寄り添いたいですし、うんうん、寄り添ってるかどうかはこう見抜かれるじゃないですか、うんうん、ああいう空気の中って、うん、それはね本当にね、人格とかスキルの問題はねあると思いますよ。まあスキルよりもやっぱりその人がどういう人生を生きてきたかだよね。はい、そうですね、うん、そうですね。これさ、そうですね、2人で原付買ってさ、はい、私出家するわ、で僧侶になるわ。面白い。2人でやろうよ、いい、セットで。いいですね。で私が「マカハニャハラミタ」ってやった後に、はいはいはい、それでは少しお話をさせていただきますって言って、はいはい、あなたのスタンドアップコメント、いや、ダメでしょ、そこで「君まろ」をやっちゃダメでしょみたいなのがあってあって、さ、何か人が亡くなる時は3つの袋がみたいな、そういう話じゃないんですよ。そういうことじゃなくて、はい、そこでもやっぱり、はい、はいはい、このお話何度もしてるんでしょうね、こういう名詞のとこだけ変えてっていうの話あるじゃないですか、うんうん、はい、あります。そうならない内容の話をできるコメディアンとして、うん、そうですね。そう、いや、これは結構それでちょっと笑いじゃないけど、まあ朗らかなね、気持ちにね、心をちょっと救う、うん、もう今もう病んでもそこに落ちて、うん、大切な人を亡くしてしまってっていうところで、うんうん、やっぱスーちゃんがやっぱそこのステージはちょっと一個あると思いますよ。そこで、うん、やっぱ私が言って、うん、それではっていうところから堀井さんが、わかりました。で2人で原付二欠して、はい、バーって葬儀場を後にするっていういいですね、祭事場。そう、原付、あなた原付ぐらい取りなさいよ、取れるでしょ。じゃあ2人で原付バーってブイーンブイーンブイーンっつって、ということでビストを見てください。はい、お願いします。ビスト 50cc は二欠ダメっていう、ね、ダメでした、スタッフから入りました。ビストですよ。今日もしめやかに始めていきたいと思います。はい、そうですね。メールいただきました。ラジオネーム転ぶババアと書いておてんばおてんばあるさん、転ぶババアと書いておてんば、じゃあ私たち全員おてんばじゃない、本当に。このおてんばさん、瀬さん、美香さん、毎週大笑いしながら配信を聞いています。先週のおばさんあるあるの話の中で美香さんがひげはこの年になって伸びてこなくなりましたとおっしゃっていました。伸びてこなくなったんだよね。私も40を過ぎたあたりから顔の産毛や手足の無駄毛が随分薄くなり、若い頃の面倒な手入れやコンプレックスは何だったんだと思ったものですが、ある日何気なく顔を触っていたら口の周りにふわふわと産毛が生えている感触が、そこでその当時やっと諦めをつけて使い始め見た老眼鏡、いえリーディンググラスをかけて鏡を見てみると顔は産毛だらけでした。
テレレ、足も腕もムダ毛だらけでした。テレレ。そうです、ムダ毛は薄くなったのではなく見えなくなっていただけなのです。ほら、きっと周囲の人からはおばさんになるとムダ毛も気にしなくなるのでと思われていたことでしょうと思うと恥ずかしくなりました。恐ろしい。それ以来、たとえ裸眼では何も見えていなくてもムダ毛の処理を怠らなくなりました。何も生えていないように見える顔、腕や足をシェーバーでなぞると、あら不思議、見えなかったムダ毛がモリモリ揃えて姿を現すのはとても楽しいですよ。見えないものを見ようとして老眼鏡を覗き込んだって。天体観測、人体観測です。そういうことだったか。見えてないだけなんですかね、我々のバンプオブチキンが。そう、本当に、ね、そうですよ、見えてなかっただけなんですよ。いや、そうですか。見えてないだけのものっていろいろあるじゃん。ほら、この間、ね、お風呂場のね、はい、掃除もコンタクトか入れてやっちゃうともう大変だっていうね、うんうんうん、そうですね。その話を小倉さんとしたのかもしれない。もう私としました、はい、どのおばさんと話したか忘れちゃうのあるよね。あとさ、おばさん A から聞いた話を得意におばさん A に戻す時あるよね。あるあるある、ね、知ってるこの話っつって、それ私がこの間話したんだよ。ありますね。あと最近多いのはですね、はい、スーさんに何年前こう言われて、それがすごく心に残って、それを励みに頑張ってきました。うんうん、美体調覚えてない。それありました。今、研修をしてましてね、はい、新人たちにね。で、若いアナウンサーにお願いしてるんですよ、はい、この後に研修、はい、新人たちにね。だ、国山ハセン君には私お願いしたんですけど、ハセン君がその今度入ってくるあの新入社員を前にお話をしたわけです、1時間。でね、僕はスーさんに言われて未だに大切にしてる言葉がありますって。で、だってスーちゃんとなんか1回か2回しか共演してないでしょ、うん、あの子他にもすごい方たちたくさん共演してるのに、あっこに任せてるじゃん。今までの中で一番忘れられない言葉がありますって。何つったんだっけな。何つってたんだっけな。ハセンが言ったことは覚えてる。で、ハセンが言ったことは私は言われたんだけど忘れてる。私は全く何をハセンに言ったか覚えてない。なんて、そして何を言ったかおじいさんも覚えてない。あなたに LINE したよね、ハセンがこう言ったって。なんつったっけ。なんて言ったの。 LINE したじゃん。なんかまた目から水が出てるよ。なんて言ったっけ。なんだっけ。なんだっけーだね、本当に。まあ、だから型があっての型破り。いいこと言う。私いいこと言う。型があってこその型破り、ね、2年目の時にジェンスーさんに言われた型があっての型破りという言葉を今でも大事にしています、うん、研修で学ぶ基礎はとても大事だと思っている。いくらフリートークが上手くてもニュースをちゃんと読めていないとならないし、基礎を積み重ねていくことが大切だと、うん、悩むことがあったらまずは型があっての型破り、基礎を大切にという話をね、うん、めっちゃ泣いてるよ。話をね、自分で忘れたことで泣いてるよ。何やってんの。ありがとうございます。人に LINE で送ったの見せてもらって、送った方の人に見せてもらって。何をやってるの。古川さんコーヒー美味しかったよ。古川さんにもコーヒー入れてもらって、ね、嬉しいね。というふうに、えそんなになっちゃったっけ。もうちょっと集中力もとかえって。ということで、うん、はい、ね、スーちゃんの言葉を大事にしてるっていうわけですよ、はい、だからそれはあなたが忘れてたっていうね話ですよね。あなたも忘れてたでしょ。今一瞬じゃん。でだからやっぱりそんな玉突き事故ないわ。いやいや、玉突き事故の最初はあなたよ。どっちかってあなたが私の後ろからガンって。疲れたわ今。本当本当。おばさん上等さん、ラジオネームいただいております。こんにちは。毎回お二人のセキララトークを楽しんでおります。54歳主婦です。おばさんとはお姉さんでもおばあさんでもない大人の女性の称号なので、私の年齢になるとそう呼ばれることに何のこだわりもありません。まだおばあちゃんではない、おばさん上等って感じです。私の母は80代ですが、先日病院でおばあちゃんと呼び止められたことをとても憤慨していました、うん、いや昔は年齢より若く見られていたのは私も知っている。でも見た目と知識のギャップは時々修正が必要なのかなと感じてしまいました。まあこれはうちの母の面白話です、うん、エピソード6でスーさんがおっしゃっていたはしゃぐおばさん問題、これほらはしゃいでいるんじゃないと自分がって怖くなる、はいはい、そうです、はい、私も最近考えていたところなんです。テレビを見ていた時、私と同世代のタレントさんがキャピキャピしている場面ではしゃぐおばさんというテロップが出て、やっぱりこれは痛いのかと、うん、
メイクや服も年齢相応というのがあるから、はしゃぎ方も少々抑えた方がいいのか、これも見た目と自意識のギャップ修正ですかね。とはいえ気持ちを抑えられない時ってやっぱり素が出てしまいますよね、うん、少しは人目を気にしつつも気持ちは素直に表現していきたいです。これからもお二人の抑えが効かないディープなお話楽しみにしています、うん、ありがとうございます。で今日何回目なんだっけ。え、6の次だから7、今日は7回目ですね。よし、7まで来ましたよ、はい、ね、1個ずつなら数えられる。でもはしゃぐおばさん問題って、はい、私思うんですけど、昔貴様いつまで女子でいるつもりだ問題っていうね、本を書きまして、うんうん、そこに書いたんですけど、はい、女子というのはスピリットの問題、うん、魂の問題です、うんうん、そうなると容姿とか年齢で言ったらそりゃ女子じゃなくなる時は来ますよ、うん、ただその可愛いもの可愛い、美味しいもの美味しい、みんなでキャッキャーっていうあの若々しいみずみずしい感性は全然減らないじゃないですか、うん、残るじゃないですか。それをこの容姿でやるから、うん、おばさんはしゃいでるって言われるんでしょうけど、うんうん、思ったんです。もうね、あの女子魂は入れ墨、はいはい、タトゥーです、はい、仲間内では見せ合っても、うん、いいタトゥーだねってなるけど、うん、場所によってはそれを見せるとギョッとされるっていう、ね、はい、我々タトゥーを背負ってんですよもう、はいはい、あのはしゃぐおばさん問題もおばさんだらけのところタトゥー ガンガンに入ってる、うん、メンツで集まってる時は何やっても平気ですよ、はい、タトゥー自慢大会ですよ、はい、ただしめやかに個人をっていう時に、公衆浴場に行った時には、公衆浴場はいいんですよ、公衆浴場は OK です。スーパー銭湯がダメですね、はい、公衆浴場は OK です。公衆浴場はどんな人も受け入れてくれる。おばさんはしゃぐおばさんも公衆浴場は OK。 そうですね、それをあの心に留めて生きていきたいと思います、はい、そうですね、はい、あ、これでした。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。お二人のどんどん脱線していく掛け合いをいつも楽しくしております。ありがとうございます。さて、寒く乾燥する季節がやってきました、はい、以前はアンチエイジングを歌う商品を見て、まあみんな老いていくんだしそこまでしなくてもと、どこか人事だった私ですが、うん、30歳になった昨年の冬、突如目の周りが猛烈に乾燥しだし、うん、粉まで吹き始めました、うん、それまでは化粧水と乳液しか使っていませんでしたが、慌ててクリーム、美容液、アイクリームまで買い揃えました。おいおい話が違うじゃないかと自分にツッコミを入れたくなると同時に、これほどまでに老いを恐れ老いに抗おうとする自分がいたのかと気恥ずかしさとともに驚きを感じております。もっとも最近はスーさんとミカさんの話を聞くうちに、共感し笑い合える友達がいれば老いもそんなに悪いもんじゃないかなと希望を見せるように見出せるようになりました。お二人はアンチエイジングについて何か思うところがありますか、お聞きしたいですということでございます。おい小池、はい、アンダーザさんと書いてアラサーというラジオネーム、あー、うまいわね、アンダーザさん、アラサーって言ってください。ありがとうございます。ちょっと私のおい小池を聞いてよ、ね、おい小池のおいがおいだったら面白くない。おい小池って、おい小池誰が知ってるかな今これで、ね、アンダーザさんの人は分かんないと思うよ。調べてください。調べて。アンチエイジングはしてますか。アンチエイジングは、うん、私の中でのアンチエイジングってなんだろうな。なんかさ、その結婚してないとかじゃないですか。未婚は一番のアンチエイジングだよ。なるほどね。未婚は一番のアンチエイジングです。そうだね。怒られるぞこれ。なんかさっきそのビストの話があったじゃないですか。はい、まあ美魔女みたいなこともよくあって、はい、やってもダメ。中止やらなくてもダメ中止、どうしろ中年みたいな、中年綺麗にしたら下で年甲斐もなくって言われて、綺麗にしてなかったら汚いって言われるんですよ。中年中年、うん、いいんですよ、どうしろ中年、周りのおい小池中年中年おい小池って何言ってるの。だから人の言うこと気にしないっていう訓練をしなきゃダメですよね、やっぱり、ね、あ、はい、うん、はい、そうですね。私は本当に眼下下垂、また分かんなくなっちゃった、まぶたが下がってくるやつを上げたいし、はい、輪郭が本当にモニョモニョして水彩画みたいになって、うん、この間もさ、取材で横顔の写真撮られたの、はい、耳の下から3分の1ぐらいまでは影が入ってちゃんとあるのよ、顎が。で、顎の先端から、うん、耳の付け根に向かって上がってくる線も3分の1ぐらいあるのよ、うん、だけどその間の3分の1がふわーって消えてんの、写真でも
そこに影も何もふわっと、でちょっと二重顎だったうわっと輪郭あでも二重顎は出るの二重顎も出るよへえ輪郭は消えるのにね二つの玉の間に竿が立ってるやつぐりぐりやってるのこれ、うん、この間さ番組の若いスタッフにさなんか若い子たちの恋愛事情の話になったわけ、はい、でやっぱコロナになってから人と全然会わなくなってみたいな、うんうん、どうしてんのみたいな昔だったらマチコンとか合コンとかね、うん、あったけどねなんていう話してたら、うん、いや普通にみんなアプリですよって言って、うんうんうん、まあ我々の世代でいうとこの出会い系サイトですよ、はい、で昔で言ったらあんなのもう鬼が出てくるか蛇が出てくるかみたいな感じで怖かったし、うんうん、とはいえ私マッチドットコムはやったことあるんですよ、うん、あのあ時々言ってますよね婚活サイトみたいな、うん、あれはお金払うからで お互い身分証とかも提出してるから、うん、まあ大丈夫だろうってでも他のやつって私たちが行った時ってさ、うん、こうなんかやりもくサイトみたいな感じだったじゃんちょっと あとつつもたせがあったりとかなんかこう、はいはいまあ、あんまりいい話を聞かなかったので、その頃はそうなんていうの出会い系サイトで知り合った彼って言ったらちょっとお大丈夫みたいな、うんのがありましたけど今もう全然そんなことがなくて、うん、もちろんそのいろいろトラブったりとかね一晩だけの成就のために声をかけてくる不埒な男女もいるそうなので全てが安全っていうわけではもちろんないんですけどそれで日本に上陸してるってさそのマッチもそうだしあと Tinder とかあと日本の、なんとお見合いっていうのがあったりとかあと心理テストをすっごいたくさん受けてそれに答えたらその心理テストが合う人を合わせてくれる人もいるんですみたいな感じでこう見せてもらったんだ、うん、なるほどねこれはね面白いハマるねなんて話をしてたんだけどその時にえもしかしてさとかってことは海外にまだ日本に上陸してない、ねうん、出会い系っていうのがあるんじゃないかという話になって、うんうんうん、したらもうさいろんな記事が出てきてあるわあるわでまず笑っちゃったのがシズルっていう出会い系、うんこれは肉が好きな人のため素敵しかもベーコンオンリー、ベーコンの好みを細かく記載してそれでマッチングされた、楽しいアメリカすごくない楽しいベーコンが好きなカップル楽しいあとはイギリスのこれコスモポリタンの記事なんですけど、ネットに出てた、イギリスのフィッシャーズチップスだ違うブリスターこれは何かっていうと、ヒゲを生やしてる人とヒゲ好きな人だけが素敵楽しいヒゲだけうちのヒゲスタッフ登録してた英語でとかヘイターズっていうのがあって、うん、それは何かっていうと嫌いなものをひたすら答えてって嫌いなものが合う人と合うとか、いろいろあるのよ。素晴らしい。なんかほら日本でもマッチングアプリはいっぱいあるけど、うんうん、何かにこう特化したものはないじゃないですか。なかなかまだない、まだないから、これはちょっと私 の葬儀の司会に次ぐビジネスチャンスですよ。そうよ、ビジネスチャンス。あと、ね、これはなんかだってお店とかも今さ、ほらありがとうございます。たらこパスタ専門店とかなんか、うん、何に感謝したの？神に感謝したの？カル今ティッシュを持ってきたスタッフ、うんうん、あのカルボナーナ専門店とかカルボナーナちょっと特化してるから、うんはい、ちょっといいんじゃないですか。あとね、恋人じゃなくて散歩友達を見つけるためのアプリとかもあるんだって。素敵。散歩友達とかね。あとなんかそういうのをサポートしてくれる人がいたりとかで、あともしかしてこれはと思ったら、うん、やはりありました。あの Google アプリの方で私探したんですけど、カービーシングルズデーティングミートオンラインチャット&デート、ポチャ専門です。ポッチャリした女性が好きな異性愛者が集まっている。もうポッチャリした人しか載ってないんですけど、うん、あの評価あるじゃないですか、うん、あそこにジャパンの登録者が全然更新されないと、うん、もっとたくさんジャパンのポッチャ子が来てほしいってことが英語で書いてあったんで、うんうん、もう賛成しようかなぐらいの、ちょっとやった、やればいいのに。やってないのよまだ。あるんです。でやっぱ出会い系サイトっていうのも、うん、出会い系サイトって言ったら年がバレる。そうそう、マッチングアプリ。いやでも今あの私就職例えば採用なんかでも、うん、もうそれこそマッチングアプリですよね、要するに。まあそうだね。だから今学生さんっていちいちリクルートして企業に何か送ったりっていうんじゃなくって、一気にそのビズリーチさんみたいなとことかね、うんうん、何個かあるんですよ、うん、でそこに登録して、私たちも今回一社ちょっと見させていただいたんですけど、やっぱね、あの1学年で7万人ぐらい登録してる。すごいでしょ。すごいね。で、うん、
こういろいろ条件を入れるとバーッと上がってきたりとかして、うん、じゃあもう本当にマッチングじゃん、うん、お互い声かけ合うってこと。そうだからその子の特性みたいなものでバーッと上がってきたりする。今その就職スタイルはすごくもうメジャーになってきたんですよ。その大きい登録サイトの中から自分の会社に適合する人たちを上げてくるみたいなのあるし、あとなんか私この前誘われてちょっと一回えっと思って辞めたんですけど、ほらビジネスマッチングみたいな感じで、はいはい、自分の職業とかなんかこう入れると、うん、で どういう人とペアを組んでお仕事したいみたいなのを入れとくと、うんうん、それの仕事をしてる人たちが全部その人たちはもうやっぱり事前調査があって会員登録するんだけど、うん、あリンクトインみたいなやつ。そうそうそう、うんうん、そうなんかそういうのもあったりとかして、うん、マッチングだね。まあただ私もまだちょっとねその自分の足で稼ぐ、うん、そのアナコンチの屋上の方に、あ囲碁サロンここ会員制の囲碁サロンなんだなみたいなどうすれば入れるのかなみたいな、まだちょっと自分の足で情報を稼いでるのでねマッチングアプリはしてないですけども、いやどっちも正解だと思うんですよ、はい、別にその昔は良かったとか言うつもりもないし、うんうん、足で稼がないやつはダメだっていうつもりもないんだけど、でも例えば美香ちゃんと私なんてマッチングアプリだったら絶対マッチしないじゃん。そうだね、そうだね、 100% しないじゃん。この2人絶対気合わないって、うん、そうだね、属性だけで言えばね、うん、あそっかそっか、そう、まあそれはそっか、リアルにあった方が偶然性はあるかもしれないよね。そうそうそう、うまくいく場合もあるから、うん、マッチングで相性が合うっていうのだけだと、うん、意外性はね、うん、なかなか、うん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 、そうだね、出てこないよね、あるかもしれないですよね、オーバーザさん様、ラジオネームオリゴ糖さんです、はい、堀井さん、スーさん、こんにちは。今病院でポッドキャストを聞いています。ありがとう。40年近く生きてきて初めて緊急手術と入院です。わ、今左には点滴と心電図モニター、体の右にもいろんな管がくっついた状態ですが、最近の病院は Wi-Fi があるし、うん、ラジオも聞けていいですね。コロナの影響で家族も面会に来られない中、うん、癒される声と楽しいお話が入院中の一番の楽しみです。ありがとうございます。洗濯と洗濯の話とか霞目の話など、うん、笑うと傷口が開くので爆笑しないように頑張っていますごめんね。40歳で急病、このガタが出始めた体をだましだまし使っていかないといけないんだなと思いますが、うんね、部品交換もなるべくできないし大事にメンテしていこうと思っております。堀井さんもスーさんも元気でお過ごしください。次の配信も楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございます。メールいただいて、ね、うん、あの病気療養中の方、うん、ね、介護中の方、うん、生活は踊るでも、うん、ユーリズムを引き継いでやっておりますけれども、はい、お仕事中の方、家事育児だけじゃなくですね、うん、病気療養中、中年中、うん、いろいろございます、うん、介護も大変ですよ。我々世代に重くのしかかってくる、うん、そうだよ、うん、なんか母が LINE を始めたんですよ、はい、あなたのお父様もいろんな LINE で面白いこと送ってくるじゃないですか、はい、そうですね、うちの娘があの母から送られてきたあのお野菜で料理を作ってね、はい、その写真をねおばあちゃんに送ったんですよ。素晴らしい、うん、ね、そしたら母からでってきましたその後、うんうん、何ってきました、何ってきたんだ、で何ってことだね、何、うん、何ってきたんで料理しましたよってこと、ね、何って来たんでね、うん、かわいいなと思ってね、なんか一生懸命じゃないですか。そうですね、はいはい、うちはもうだいぶ使いこなしてますから、はい、あの最新はですね、うん、今週末あの親戚の納骨なんですよ、うん、納骨式があって、はい、っていうのはなぜかっていうとそこに参加するのはコロナがあったんでお葬式行けなかったんですね、なので今納骨式で、だけはちょっと外なんで参加しようみたいな話があったんですけど、香典、うん、父は1万円ですっていうのが来ましたね父は1万円ってことはつまり補填しろってことなんですよ。それ以外を1万円以上出したいが俺は1万円しか出したくないからっていう、そこからの読み取りが素晴らしいですね。ちょっとね、うん、多分ねお父さん香典俺は1万ですよねこれね
多分7万ぐらい入れてほしいんですよ本人としては。なるほどね。だから6を私が被るっていう、ね、読み解き力がすごいですね。しかもその直後にいろいろフリーズドライのさ、はい、お味噌汁とかいっぱい送って、どれが美味しいか教えてねなんつってやってたらさ、これが味噌汁はこれが一番美味しいです、はい、かやのやだし、あ、高級なやつ海の七草味噌汁はい1個300円のやつってきた、高級なやつ来る。だけどさ、老人ってさ水分取らないのよ本当に、びっくりするぐらい、はい、そうですか。そう、はいはい、でそれこそホームヘルパーさん、家事代行サービスの人の、うちの会社ができることっていうのに、水を何 cc 飲みましたっていうのを記入する欄があるぐらい飲まないわけですよ、お年寄りって。だからもう300円のちょっと高めのペットボトル買ってやるのもんじゃん、うんうん、それで水取ってくれるんだったらもういいやと思って、こうやって私搾取されてくる、うん、いや、すごいね。でもそのうち来ますよ、何、ね、そういう時代が。そうですね、うん、そうなんですよ我々は、ね、というわけで今日しめやかに言ってたんだ、親の老いの話して葬式行っちゃダメでしょ親の老いの話から葬式の話に行ってはダメでしょそろそろうちのさ、あ、そろそろですか、大丈夫ですよ。うちのトイレに母がなんか書を書いていて、うん、あの70はまだまだ子供90になって迎えが来たら来年来いと追い出せ、100になって迎えが来たら明後日来いと追い出してやれっていう書が貼ってありまして、すっごい生きる気なんだなと思って、本当に死ぬ気ゼロですね、楽しみになりました。というわけで、はい、出棺せずで本日終わりいたします、本当によろしくお願いいたしますといったところで、はい、番組にメールを送ってくださる方、メールアドレスはover@tbs.co.jp over@tbs.co.jp までお願いします。それではまた金曜の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は TBS アナウンサー堀井美香とジェンスーでした。オーバー。 TBS Podcast